アムルイブンアルライスは、イラン南東部のスイースターン地方に存在していた、サッファールアッサのアミール。サッファールアッサの建国者ヤクークルブ、イブンアルライスはアルサッファールの兄弟にあたる。アムルの在位中、サッファールアッサは、アッパースアッサから、イラン東部のスイースターン、コラーサーン、ファールスの支配を認められた。若年時のアムルは、ラバイとして、生計を立て、875年に、 兄弟のヤークーブからヘラートの統治者に任じられた。879年にヤークーブがジュンディー・シャープールで没した後、アムルは後継者候補と目されていた兄弟のアリーを破ってサッファー・ラサの君主となった。即一直後のアムルは前世を敷き、アッパース長のカリフにも従順な態度を示していた。884年にホラーサン地方の住民の訴えを受けたカリフ。 ムータミドはラフイブンハルタマを新たなコラーサン地方の統治者に任じ、アムルは故郷のスイースターンに逃亡する。アムルはカリフ・ムータディドに基準を申し出、896年にイブンハルタマを破り、ニーシャープールを占領した。ニーシャープールを占領したアムルは、ムータディドにサーマン朝の支配下に置かれているトランスオクシアナ地方の活譲を要求する。ムータディドは、 サーマーンアサへの攻撃を認め、勝利を収めた場合にトランスオクシアナの併合を認めることを約束した。一方で、サッファールアサとサーマン朝両方の弱体化を図るムルタディドは、サーマン朝の君主イスマイール・サーマーニーにも接触し、アムルの討伐を要請していた。900年にバルフ近郊で、サッファールアサとサーマン朝の戦闘が行われ、サッファール軍は、 敗北を喫する。捕虜となったアムルはイスマー・イールから低調な扱いを受け、ムータディドの要請によってアッバー主張の首都バグダードに送られた。アムルはバグダードで監禁され、903年に処刑された。ありがとうございます。